現役のチャンピオン、俺たちベテランのおっさんに負けて悔しい悔しい。ああ、おちょくってますね。おい、お前らのベルトに挑戦してあげてもいいよ。レジェンドの上から目線だ。俺たちもしばらくこの腰にベルト巻いてねえんで、そのベルト任していただきます。よろしく。なんという余裕でしょうか。重心サンダーライガーから挑戦表明。おお、やってくれたな、新人ども。ベテランだ、ベテランとな。うちのノブさんみてえな、長年のキャリアがあるけど動ける人間のこと言うんだよ。てめえらみたいなロートのことはな、ここが違うんだよ、ここが違うんだよ、ここが。おい、ああ、1回ぐらい勝ったら調子乗んだよお前。おい、安くなったもんだな。1回クイックで勝ったからって挑戦できんのか。ああ、まあでもよ、若手誰も声上げなかったな。そういうとこだって見えるわ、この野郎。誰も来ねえんだったらよ、俺たちがよ、親父狩りして遊んでてやっからよ、ちっとかお前らもやる気出してみろよ。ああ、亀の甲より年の甲とはよく言ったもんだな。ああ、長年やってるあんなこともあるんですね。たまたまだ、たまたま。ちょうどいいよ、おい、このベルト誰も挑戦出てこねえからよ。おい、あの覆面2人でいいよ。ああ、ちょうどいいよ、相手してやるよ。ああ、試合終わった時の覆面2人なのか。覆面が誰もいなくなってんのか。まあ楽しみにしとけ。今の IWGP のタッグのチャンピオンから何一つ俺たちは反則もせず場外も行かず3カウント。さあこの結果をどう見るんだろう。どう見ると思います？記者の皆さん、どう思います？どうぞ、分かる人は言ってください。トースポなんか毎日来てんだから分かるだろ。どういうこと？これは挑戦の資格は十分だろ。これ十分以外あと何があるの？まあ俺とライガーさんね、ここまでベテランと言われてるけど、俺はベテランと思ったこと一つもない、一回もない。みんなが言うだけのことだって、俺一言も言ったことない。俺はベテランですなんて言ったことない。俺はベルト持ってない以上はまだまだいつでも挑戦者。誰に勝っても挑戦権利はあるだろうっていつも言ってた。だけどいつもスルーする。なぜだか。俺とライガーさんが取ったら渡さないもん。それだけ自信があるんだ。それだけやってきてんだ。今の金丸デスペラード、強いのか弱いのか分からん。でもチャンピオンなの。強いんでしょ。でもその強いチャンピオンに今日は誰が勝ったの？俺とライガーさんで勝ってんだ。さあ考えてもらいましょう。会社もそろそろいいんじゃないですか。やってもまああとはジュニアタッグ、当然俺はライガーさんと組んで出場する気ではあります。わからない。それは会社がもしかしたら組ませないかもしれない。出れるかもどうかもわからない。それはわからないです。まだ発表されてないんだもん。でも俺とライガーさんはくっつかろうが離れようが関係ない。俺とライガーさんの考えてる戦いというものは一緒だと思ってるから。以上です。ありがとうございました。